マックダンジグは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。オハイオ州クリーブランド出身。PKG 所属。元コットック世界ライト級王者。TUF6 ウェルター級王者。2000年8月、総合格闘技のトレーニングを始めた。2001年10月7日、プロ総合格闘技デビュー。2002年8月31日。 WEC 世界ライト級王座決定戦でカートペレグリーノと再戦し0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した2005年9月10日グラディエーターチャレンジライト級タイトルマッチで王者ニックアートルと対戦しドクターストップで TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した2005年10月29日 コットックで王者匠とコットック世界ライト級タイトルマッチで対戦し TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した2007年1月19日コットック世界ライト級タイトルマッチでクレイフレンチと対戦し判定負けで5度目のタイトル防衛に失敗し王座陥落した2007年2月25日プライド初参戦となったプライド33で 桜井マッハ即人と対戦し、右フックで TK を負け。2007年、ザ・アルティメット・ファイター・シーズン6にマット・ヒューズ率いる、チーム・ヒューズの一員として参加。12月8日、フィナーレの決勝で、トミー・スピアーを、チョーク・スリーパーで破り、ウェルター級トーナメント優勝を果たした。2008年9月17日、UFC ・ファイトナイト、ディアズ・ vs ニアで、 クレイグイダと対戦し、0から3の判定負け。2009年2月7日、UFC ファイトナイト、ローゾン VS、ステファンズで、ジョシュニアーに一本負けを喫したもののファイトオブザナイトを受賞した。7月11日、UFC100 で、ジム・ミラーと対戦し、0から3の判定負け。2010年2月6日、UFC109 で、ジャスティン・バックホルツと対戦し、 3から0の判定勝ち。6月12日、UFC115 でマット・ワイマンと対戦し、ギロチン・チョークで一本負け。2010年12月11日、UFC124 で、ジョー・スティーブンソンと対戦し、カウンターの左フックで出身小勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2012年11月10日。 UFC On Fuel TV6 で、ゴミ高ノリと対戦し、僅差の判定負け、ファイトオブザナイトを受賞した。2013年7月27日、UFC On FOX8 で、メルビン・ミラードと対戦し、左フックでダウンを奪われると、グラウンド状態で鉄追を受けてに RKO 負け。2014年3月4日、健康上の問題と子育てを理由に、 自身のブログで引退を表明した。ありがとうございます。